興味の追求が世界につながるというテーマで発表します。流れは、クイーンズランド大学のオンライン留学プログラム、芸術教育団体コアメンバーとしての活動、音楽を通した国際貢献、日本語ポルトガル語学習会発足運営、そしてその他の活動と今後の計画についてです。今年の夏休み、 クイーンズランド大学のオンライン留学プログラムを受講しました。週20時間の授業に加え、現地留学に劣らない学びを自ら作り出すために、SNS 立ちをして日本語に触れる時間を最小限にしたり、授業後に開かれる任意参加のアクティビティにはすべて出席しました。最終的には、右の図のように終了証書をいただくことができました。また、 参加前には600点だった TOEIC スコアを12月には740点まで上げることができました続いて芸術教育団体コアメンバーとしての活動を説明しますこの団体はアート経験を通して人々が互いに歩み寄ることができる世界をというビジョンを掲げています私は面接を経て7名のコアメンバーの一人として活動しています 具体的な活動として、アーティストコレクティブという世界中のアーティストをつなぐ取り組みがあります。また、来年10月に日本で行うフェスティバルや、各週土曜日に開催しているサターデートークをはじめ、様々なイベントの企画運営を行っています。こうした活動に興味を持ったきっかけの一つとして、NPO 法人が主催するオーケストラに参加した経験があります。 この団体は世界中の子供たちに初めてのオーケストラ体験を届けることを目的として活動しています。私はインドネシアの小中学校で本門演奏をしたり、現地の音楽高校の生徒と共演を行いました。演奏している場所が一体となる感覚をインドネシアでも実感することができ、音楽は国境を越えて人を繋ぐことを実感しました。 帰国後、インドネシアの高校生とインスタグラムを通したリモート演奏を行いました。音楽を通じて世界とつながれることを具現化できたのではないかと思っています。また、この団体の活動に参加した経験のある有志による、おうち時間オーケストラにも出演しました。これも同様にリモート演奏で YouTube で公開しています。特に、 12カ国語の字幕をつけたふるさとの演奏では、約4万回再生を突破することができました。日本の音楽を世界に発信する機会になったのではないかと感じています。続いて、日本語ポルトガル語学習会についてです。高校在学中に、ブラジル人生徒のホームステイ受け入れを1ヶ月ほどしたことをきっかけに、2020年4月に私が発起人となって立ち上げました。 日本人が日本語を、ブラジル人がポルトガル語を教えるという総合的な学び合いです。在日外国人の中で、ブラジル人が5番目に多い状況を見据え、将来は言語教育にも貢献したいと考えています。日本語教育はもちろんのこと、母国語すらも学らないポルトガル語話者の母語教育にも役立てたいです。 私が作成した自主教材の一部をご紹介します。基礎的な文法、敬語和声英語、日常的に使うスラングや、ドラマを使った学習も行っています。次にその他の活動についてです。私は世界に日本文化の魅力を伝えたいという思いを抱いており、 その原体験は、5歳から現在まで14年間続けている日本舞踊です。また、日本文化を伝える方法を模索するため、日本の伝統や文化を共に学び深める場として開かれているオンラインサロンに、学生枠5名のうちの1人として所属しています。英語力向上と視野を広げるため、 アメリカ大使館主催のイベントにも積極的に参加しています。卵イベントには入学以来ほぼすべてに参加し、特にビラノマ大学との交流授業では司会を担当させていただきました。こうした様々な活動を勉学と両立し、春学期の GPA は4.0でした。最後に今後の計画についてです。今後は SNS を活用して日本舞踊や日本文化の魅力を伝えていきたいと思っています。国内にとどまらず、世界中の方々の興味を引けるコンテンツ作りに邁進します。また、来年度をめどり、日本舞踊ののとりの取得を志しています。のとりは、流派からお名前をいただくもので、ある程度の稽古を積むことが必要です。さらに、状況が許せば、 ブラジルにある保育園でボランティアを行うことを計画しています。春休みにはワシントン大学のオンライン留学プログラムへの参加も予定しています。このように大学に入学してからほぼすべてがオンラインでしたが、自分の力でここまで開拓してきたことは大きな自信となりました。この活力をバネに、多摩川の丘で、 興味のアンテナを張り続けることで活動を広げていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。